それでは真壁さん、日本建築学会文化賞受賞おめでとうございます。じゃあこちら、どうもありがとうございます。せっかくですので、受賞された感想というかですね、うん、そうですね、今もっと少しお話しいただけると。受賞、オンラインでの受賞っていうのは、まあ、おそらく今日受賞された方および学会の関係者も初めての体験だったと思います。ある意味では、まあ、非常に、まあ、事態をこう客観的に受け止めることがむしろできたという気がしてますね。で、自分で業績を特定するってことはなかなかできないんですよ。要するに、どうしても手前にそうなったりですね予定調和的になったりしちゃうんですね。それを、まあ、第三者のアカデミズムスタン学会がですね、お前さんの業績はカッカッしかしかないという、この特定ってのは結構、まあ、ずれてはいるかもしれないけどありがたみがあるわけですね。要するに、まあ、どういうことをこの人はやらんとしてきたかっていう一般的な理解のベースメントになる。それとね、今回この文化賞っていうのを、流行る文化賞を頂戴して一つ思ったことはですね、私のこう背中を押してくれるんですね。はいはい、もうちょっとやりなさい残りもうちょっと頑張ってなさい、はい、だからね、おそらく作品賞は背中を押すっていうものはないと思うんだけども、この大賞とか文化賞ってのはややもう7回ぐらいです8回表ぐらいですから、もうちょっとっていうか、これから勝負時ですね。そういう、まあ、ありがたみがありますね。ですから、まあ、まあその中には当然その雨の道もですまだまだこの私がこう抑えてやらなきゃいけないことの一つなんでございますね。まあ本当にどうも今日はこんな立派なものをご頂戴してありがとうございました。ありがとうございました。で、この後少しですね、今度は記念講演ですね、はい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 、行おうと思うので、その紹介を、まあ、あと少しやらせていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい。本当に今日はおめでとうございました。どうも。それではですね、改めまして、真壁さん受賞おめでとうございます。うん、まあ、この受賞を記念してですね、講演会をやりましょうということになりました。で、日時はですね、7月1日の16時から行う予定なんですけれども、ゲストとして北山芳さんをお願いしまして、はい、対談形式でやる予定にしております。これから内容等も詰めていくんですけれども、今日は真壁さんに、この講演会どんなことというかどんな風になるか少しお考えとか思われていることをお話ししていただければと思います。少し、まあ、予告編的にお話しできればと思うんですが、まあ、当初谷田さんから講演会をという要請であったんですが、どうも講演会というのはどうもですね、やっぱり聞く側が窮屈になるので、一方的になりかねないと。そこで、まあ、対話対談型がいいなと。そこで、まあ、じゃあ若い人とおしゃべりするのがいいかなと思うとですね、あんまり若いことやるとどこかで話が共通性がずれたりですね、年寄りのこう自慢話になっちゃっていくガチなもんですから比較的私のキャリアと重なる北山高校がいいかなと。で、まあ、彼とは長年の知己ですけれども、微妙にやっぱり、研究分野とかですね、下手な領域とはちょっと違うんですが、ただ、まあ、理論あるいは私が今回業績として、認められたその議論や批評っていうもので非常に、まあ、彼も関心高い、長年それを注力してやってきた人なので、ね、まあ、北山さんとお話ししたいなと。で、まあ、今の若いオーディエンスの人たちがやはり70年代あるいは60年代後半の建築の動き、都市の動き、まあ、その時代のその空気ってあまり知らないだろうから、まあ、私とその
北山さんで、そういうものも語りながらですね、私たちが20代の時にどんな立ち位置で建築に向かってたか、で、まあ、特に今は見る影もないんだけれども建築ジャーナリズムが非常にまあ流盛な時だったんですね。そして、私たちのような若い者も行くばっかのチャンスだったんですよ。そういうものにコミットするね。おそらく北山さんもそうだったし、まあ、そういう、まあ、あの建築ジャーナリズムがこう活況を帯びてた中 で一方あの音楽、演劇、写真っていう、まあ、都市を都市 その芸術、文化支えているようないろんな、まあ、動きがある中で建築もその一員だという自覚だったわけですよね。でも、まあ、そういう中で、異分野の人との交流もあったし、おそらくそういうことも北山さんと話ができるだろうなと。だからまあ、おじさんたちの下駄話、懐かしい庭話じゃなくてですね、その時代のこうシビアな空気感というのをこう伝えながら、これからむしろ議論やその批評をどういうふうに向けていったらいいのかということを、まあ、話の最後の帰結にしてみたいなというふうに思ってですね。で、まあ、おそらく私がこう、手探りでやってきた ある種のこう足跡っていうのは、パッとこう考えても何人かしかこう共有できないなと思うんですけれども、その中の、まあ確かな人の一人が北山さんであると、そういうことなんですね。本当は、まあ編集者であった編集者である上田誠さんなんかもお呼びしたいところではあるんですが、まあ、かなり彼も高齢になっておりまして、ね、そういう意味では北山とも私で何か、まあ、ここにくしくもその50年にわたる私の業績と言ってるけど、50年をこう痛感しながら50年先の私はどんどん背中を押してくれるもう5年かなというそれぐらいのことをですね、少し今考えたい。でこの中にいくつか本がございますけれども、これなんかも本当に始めた契機っていうのは、この頃はもうタニトさん僕は存じ上げなかったわけだけども、入れ子通して知る、そうですね。ねえ、そういう余地になったし、まあ、そういう意味でいろんな、私が多岐にわたるこう関心を向けていく中で、冒頭申し上げたように学会が私の業績を何かちょっと長めの業績名ではありましたけれども、何か名付ける、つまり、他者が名付けることのまあ有効性と言いましょうかね、そういうのを今回書いていっているところなんですね。はい、ありがとうございます。ちなみにですね、今回どんな方に視聴してもらいたいとかっていうことは、だからまあ、建築の学生、学生、ね、それからまあ20代30代の建築家、はい、それから同世代、はい、で何よりも私のやらんとしてきたことをもっと上手に俺は やれるんだけど、任せて、はい、それをちゃんと絶やさずやりますみたいな、そういう人がね聞いてくれたらいいなと思って ね、なかなかその気概を持ってですね、出会わないのがちょっとね、尺の種だけど、まあ、まだまだ建築ジャーナリズム見当たらない、こういう中でね、そのネット社会の中でそういう
機能が果たせるのかと、うん、まあ、いくつか試みてる人もいるとは思うんだけども、こうしたコミュニケーションの取り方の中で、申し上げたその議論とか批評とかって、もうちょっとどうしたらこうつながりを、太いこう絆になるのかなと、今のようなこうアノニマスな発信だけでね、これは力になり得ないんだろうと思うんですね。そういうことも含めて、何かちょっと話があっちゃうみたいなのを遂げればいいなと思うんですね。ありがとうございます。ぜひ皆さんお楽しみにしていただけると思います、はい、7月1日16時から、詳細についてはまた後日、ご案内させていただきます。お楽しみにしてください。真壁さん、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。